青い目。若いな。大樹たちが今復活させたのか。もしくは他にも復活する方法が。君は女を守った紳士の妖術使い、生きていたのか。夕方まで粘れるか。もう限界ならちょい残しの火薬で一か八かぶち飛ばす。だが粘れるなら死ぬほど時間はかかるが100億%助けてやる。てめえ本人じゃなきゃわからねえ二択なんだ。速攻で決めろ。どっちだ。ああ、内臓も骨も無事だ。粘れる。素晴らしい。あ？いや、その歩きなんとかの知恵がじゃない。君のその一歩一歩問題解決へとくさびを打ち続ける揺らがぬ信念がだよ。私の名は琥珀。どうやら私は君のことがめっぽう好きになってしまったようだ。ああ、なんか死ぬほどめんどくせえことほざき出しやがった。いきなり惚れた晴れたがよ、この非常時によ。そんな話はみじんもしてない。君という人間を気に入ったから協力しようと言ってるんだ。案内しよう、センク。私についてくるといい。あ、剣構える寝相の新人類かよ、てめえはよ。恋愛脳がどうとか言うからだ。はっ、君の生き様は気に入ったが信用したわけではないのでな。己の身は己で守って生きてきた癖だ。あまり気に留めるな。運んで帰って温泉の風呂を作る。療養のためにな。どう見ても100億%健康優良児じゃねえかてめえ。お元気いっぱいメスライオンがそれ以上療養してどうすんだ。メスライオンじゃない。そもそも私じゃなく姉じゃだ。単なる私の日々のトレーニングだ。おかげで私も鍛えられた。迷惑な姉じゃにも少しは感謝しなくてはな。ダメージ治りきってねえだろうがてめえはよ。無茶やってくたばられたらこっちが迷惑だ。貸しやがれ、センク。よくぞこんな便利なものを即座に。即座じゃねえよ。昨日の滑車をまんま車輪に使えたからな。文明が文明を生む。発展活用は科学の基本だ。そこ右だ。そっちじゃない。見えたぞ、セック。狼藉はやめろ、金狼銀狼。私を救った恩人だぞ。いや、ダメでしょ、琥珀ちゃん。ほう、ならやむを得ない。今ここで私と戦うか。おお、困った。2-on-1じゃないか。これは君たちが有利だな。どういう仕組みなのだそれは。おお、おいぞ、帰るぞ。おお、めっぽうたくさんついてるぞ。怪しげな黒い砂だ。怪力のゴリラは何人かいるけどな、身軽なゴリラは琥珀だけだ。だからゴリラじゃない。というかほとんど私が集めてるじゃないか。君たちも少しは身軽に働け。そもそも人手が足りないのだ。左遷。あ、センク、センク、センク先生。クロムはルリネーのことがおそらく好きなのだ。ああ、そういうことか。出たよ。これでクロムもなかなかお子ちゃまでな。無自覚なのがなかなか尊い。おお、何の話だ。くっそ、誰がお子ちゃまだ。え、風を送るのか。こんな便利なものがあれば私一人でも行けそうだ。寝言はやってから言え。人手がいくらあっても足んねえよ。
嫌いだっつってんだよ。お子ちゃまだなクロムは。ルリネーや私も女だが嫌いか。琥珀、てめえは女と思ってねえよ。ゴリラだしね。左遷。まさかとは思うが、この猫じゃらしを食べるのか。私は遠慮しておこう。しかし、これ正体は猫じゃらしだろう。こんな食べ物がこの世にあることが信じられん。説明は省く。敵だ。え？地面に突き立てられる長者でもあれば。え？だ、誰だ？この槍だけだ。やっぱり気に入ってんじゃんユア。うわあ！磁石作りは失敗かもしれんぞ。くっつくどころか近づける。謎の力で弾かれる。 SN 逆だ。すまないが許せ金楼、非常事態だったものでな。きっとまた千空が作ってくれるんだよ。あれ、どこ行っちゃったのかな。やはりなくなっちゃったね。自分だけ作ってもらってさ、僕に貸してもくれなかった金の槍、あれ。え、琥珀は素でゴリラ並みの強さのスゴリラだぞ。左遷。参った。御前試合優勝者は琥珀。マグマ、貴様のような男にだけはルリネーを渡すわけにはいかないのでな。ロリちゃんと琥珀ちゃんが姉妹で結婚ってこと。禁断の愛だね。なわけないでしょ。え、金楼銀楼、君たちに聞きたいことがある。ルリネーのことをどう思っている。妻としてめとりたいと思うか。目的は何だ。私はアネジャの命を救いたいのだ。急いでコウモリ男を捕まえなければ。待て。なぜ止める千空。急いでコウモリ男を捕まえなくては。え、面倒だな。まったく男はいつの時代も。攻撃が浅いぞ。我々の誰かが御前試合で優勝し、ルリネーに万能薬を飲ま。え、あ、待てセイク。スイカは顔を見られたくないと。よく見やがれ。おお、なんだスイカ、めっぽうかわいいじゃないか。どういうことだ。あ、戦いのことはわかんねえ。金と銀の槍があればマグマに勝てるって、これマジ話か。千空、君の言い方を借りれば、まず100億パーセント金銀の槍が欲しいだけだろうな。え？わっ！おかえりなんだよ！最難関素材、硫酸ゲット！ならばついに、ルリネーの万能薬を作れる時が来たのか。いや、気が早えよ。見ただろう、最初にあの万能薬までのやべえロードマップ。あの果てしなく長いやつ。え、アンモニア取りに行くぞ。おや、アンモニア。アンモニアゲット。だからそれをルイネーに飲ます気か。だから飲まねえよ。調合に使うっつってんだろ。なるほどなるほど。失明にゾンビに死体を溶かす薬か。なるほど。それをルリネーに飲ます気か。飲まねえよ。薬の調合に使うんだよ。マグマのやつの急所狙いだ。急所って、もしかして。おい、チンコな。賛成だな。体力を削るのが目的ならば
特に黄岩は積極的に叩くべきだ。琥珀ちゃん、主は男っぽいとかサバサバとかそういうのを超えちゃって、なんかこう戦いにはすごいの。間に合わなかったんだよ。スイカ、琥珀ちゃん、くそ、タッチの差で間に合わなかった。よかった。スイカが溺れたのでなければそれでいい。どうすんの、千空ちゃん、そのネズミ食べるのか。え、即そういう発想になるのがすごいね。いや、私だってネズミは食べないぞ。ああ、よかった。普段は。ああ、普段はね。え、正直なところ厳しいな。万能薬サルファ剤の完成だ。やっとルリネーが。なあ、泣くのは早えよバーガー。実際治ってからにしやがれ。泣いてなどいない。仕方があるまい。それにみじんもスイカのせいなどではないぞ。千空の親父たち6人だけが空の上にいたおかげで助かった。俺ら石神村の住人は全員その何千年越しの子孫ってことだ。つまり私たちは皆千空の親戚なのか。俺と白夜が血縁ねえから系図上だけな。てか何百世代離れてんだよ。親戚もクソもねえだろうが。うおー、あー